図解がなぜ有効か。そのポイントは3つあります。1つは、テキストだけの文章よりも概略が伝わりやすい、記憶にとどまりやすい。3つ目、考えの整理ができる。そこには絵心は全く必要ありません。そして、丸と線が書ければマスターできる、このスピード重視で素早く伝えるということをね、考えていくといいでしょう。囲みは文字の羅列が一瞬で図に変わるというものです。囲むことによって一つのつながりのある図に変わるんです。後から補足するために思い出せそうなポイントを書き留め、そしてこういう空白をね、残しておきましょう。まず聞きながらキーワードを書き出す。それから囲んで要素にする。そして関係性、時系列が分かるように構造化。皆さんにどんどんビジネスや活躍の場で役立てていただけたらと思っています。